はい、えー、マトリックス・レザレクションズ、マトリックス4のネタバレをしたいと思います。えー、イオですね。えー、ザイオンではなくてイオでですね。えー、ネオが、えー、あれは誰だっかな。えー、あのおばあさんですね。<laughs> あのおばあさんにですね。えー イチゴを食べるように、えー、促されて食べるところがあるんですが、あれは、えー、まあ、初めてイチゴを食べる瞬間ですよね。もともと果物なんか食べたことはないわけですよね。なんで、初めて口にする果物ということなんですよね。え、まあ、ネオは救世主なので、 まあ、あれはだから禁断の果実、知恵の実ということになるんですが、えー、まあ、じゃあなんでリンゴじゃなかったのか。リンゴが、えー、リンゴを持ってたのはアナリストですかね、えー。アナリストかスミスかどっちか忘れましたが、アナリストですよね、多分ね。えー、持ってたのはアナリストだと思うんですが、 えー、まあ、キリスト教的なものは、1、2、3で終わらしてると私は思っています。そして、えー、一人自分はイエスよりすごいって言った人がいるんですよね。あの、こちらの現実の世界でね。えー、それが、えー、ジョン・デノンなんですよね。えー ジョン・レノンのストロベリー・フィールズ・フォーエバーを、えー、あの、ストロベリーを食べたとき、イチゴを食べたときに私は思い出しました。で、ストロベリー・フィールズ・フォーエバーをですね、な、話曲名が長いんですが <laughs>、をいろいろ調べていって、ジョン・レノンを調べていったり、あとイチゴの話を調べたりすると、どうやらなんか、やっぱり、 ジョン・デノン関係なのかなという感じになっていくんですね。で、まず、えー、イチゴの話なんですが、イチゴとキリスト教の話なんですが、なんか聖書にはイチゴの記述はほぼないみたいなんですよね。でもまあ、例えば日本ではクリスマスケーキにイチゴが絶対載っていますね。えー、でまあ、 えー、キリスト教の中ではね、えー、まあ、検索した限りですけど、まあイチゴは正義を象徴するものというページもありました。えー、またですね、えー、イチゴのその植物図鑑ですね、植物的な意味ですけど、えー、イチゴの話だとですね、えー イチゴの根と葉をつけた水がですね、目を冷やして視力を回復させると信じられていたっていう話が出てきますねえ。つまりまあ、マトリックスのテーマは目を覚ませっていうことなので、イチゴを食って目を覚ませっていうふうなまあ、そういうメタファーにもなってるわけですね。まあ、花言葉がですね、えー、先見の明というふうになってるらしいんですよね。 えー、まあ、もちろんですね。えー、聖母マリアさんのですね、えー、好物だったっていう話もあるらしいですね。キリスト教の国では。ただまあ、えー、まあそれぐらいですね。一言に関してキリスト教とですね。まあちょっとなんかドイツの方では、 野イチゴをね、えー、あったら取って食っていいみたいなね、慣用句があるみたいなんですよね。えー、まあ、純教中ですよね。に、えー、道端に野イチゴがあったら、それは食っていいですよっていう、そういう、えー、文言があるらしいんですよね。なんか昔、まあ、日本のその参勤交代中にですね、 えー、道端になんか植物を植えておいてなんだかちょっと忘れちゃいましたが実のなる植物を,を,を植えておいて、えー、お腹すいたらそれを食べていいみたいなそういう話は日本にもありますね、えー、ただですね、えー、キリストの話ではないんじゃないかなと私は思うんですね で、えー、まあ、先ほど、えー、述べました、ジョン・デノンの話なんですが、まあ、ジョン・デノンは、まあ、えー、このストーベイビーフィールズフォーエバーを、えー、発表したのが、えっ、ー、と、マジッカルミステリーツアーですかね。えー、まあ、ビートルとえ、ビートルズといえば、まあ、サイケデリックですよね。そして、インド。そして、ジョン・デノンといえば、えー、平和。 反戦主義ですよね。そしてまあ、えー、ジョン・ネドンも、えーえー、ゲイではなかったらしいんですが、興味はあったというような、えー、小野洋子の、えー、逸話の、えー、話がページで出てきましたね、まあ。エプスタインさんっていう方が、 えー、まあゲイだったのは公表してるらしいですね。えー、まあ、ジョン・レノンの、えー、絡みで、えー、イチゴを出したんじゃないのかなと私は思っています。えー、このストロベリーフィールズフォーエバーなんですけど、えー、ウィキを見るとですね、えー かなりのテイクを撮っていて、まあ、テイク26とかになってんですね、その頃って、まあえー、今みたいなデジタルはもちろんないですし、トラックも4トラックとかだったらしいんですよね。4トラックでできんのかなと思っちゃいますけど、まあ、私がまあ、高校ぐらいの時も4トラックでアマチュアはね、えー、カセットテープを4トラックで録音して、えー、まあ 重ねてダビングして、ピンポンして、えー、2トラックを1トラックにまとめて、で、それで、えー、空いたところにまた録音してまたまとめてみたいなね、そういうやり方で重ねていく感じでしたね。えー、それでこの、ストロベーフィリスフォーエバーっていうのは、えー、まあ 聴いていただければわかると思うんですけど、かなり変わった曲で、ウィキによるとですね、えー、3バージョンあったらしいんですね。えー、3バージョンあったものを、えー、最終的に、えー、2つにして、それをつなぎ合わせて完成してるらしいんですね。これはなんか どっかで聞いたことがあるというか、マトリックスとすごい似ていますよね。三つ、ま、三つのバージョンがあって、で、それを繋ぎ合わせて、今回のデザレクションズを作っているっていうことですね。そして、まあ、この、えー、冒頭でメロトロンという楽器が使われるんですが、このメロトロンという楽器は、まあ、サンプラーのご先祖様みたいな、えー カセットテープかなカセットテープよりは大きいのかなえー、まあ、えー、テープがですね、鍵盤の、に一つずつテープがついていて、で、それを、まあ、えー、あれは何でしたっけちょっとちゃんと見たことがないんですが、えー、まあ、リピートして鳴らしてると思うんですよね。えー、そういうテープがついた鍵盤、 楽器。テープが、えー、鍵盤を押すとテープが再生される、えー、楽器ですね。それがメロトロンという楽器なんですが、それがこのストロベリーフィルズフォーエバーのイントロで流れていて、この曲が不思議な感じをこの決めている楽器なんですね。今でもメロトロンはもう J-POP でさええー、使われていますね。あの、特にイントロですね。 ええー、まあ、えーまあ、アーティストが使いたがるっていうのはあると思うんですよねメロトロンじゃなきゃいけないのかっていうとそうではないと思うんですがメロトロンを使いたいっていうアーティストがいっぱいいるのは、まあ、このストロベリーフィールズフォーエバーの影響だとは思いますそしてこの、えー、サンプリングのご先祖様をメロトロンを使った えー、そしてメロトロンがこの曲の、えー、印象を決めているというこのストロベリーフィーズフォーエバーはまさにマトリックスにふさわしいですよね。そしてまあこのストロベリーフィーズフォーエバーのね歌詞を見ると私はあんまり曲の歌詞は気にしない方なんですが、まあ、歌詞を和訳の方を見るとですね もうしょっぱなから一緒に来なよって言ってるんですよね。そしてまあ、えー、目を閉じれば生きるのは簡単とかね。見えるものはすべて誤解を生むとかね。そういう話が出てきますね。そしてまあ、えー、夢の話も出てきますね。まあ、いつも、いや、 時々それこそが僕だと思う。でもそれは夢なんだ。僕は多分ノーで多分イエスみたいな。でも全部間違っている。納得いかないっていうね。これはそのマトリックスそのものですね。そしてまあこの、えー、曲のタイトルになっている ストロベリーフィールズフォーエバーのストロベリーフィールズなんですが、これはジョンがですね、えー、幼い頃によく遊んでいたと言われているみたいなんですが、えー、ストロベリーフィールドというのは、えーまあ、リバプールの郊外にある、旧、えー、世軍ですね。旧、えー、世軍が何なのかはググってください。<laughs> が運営する、えー、戦争孤児院ということなんですよね。 あの、イオにいる、えー、人たちというのは、えー、まあ、お母さんもお父さんもいない人の方が多いんですよね、多分ね、まあ。ザイオンとか、ザイオン生まれならね、またイオ生まれならそうではないと思うんですが、まあ、あの、えー、潜入できる人たちですよね、は、えー、そもそも電池として繋がれてた人、 たちですからお父さんもお母さんもわ分からないわけです。というかいないんですね。多分ね。えー、合成されてるわけですからね。なんで、えー、そのストレベーフィールドっていうのは戦争孤児院ということで、まあ、イオが戦争孤児院と、まあ、同じっていうことですね。えー、まあ、えー、ただのね、えー 憶測に過ぎないんですけれども、まあ、えー、あそこでね、あえてリンゴを出さないで、えー、イチゴを出したのは、こんなこともあるかもしれないですね。